はい、今回はですね、ジャズコンペン、こちらについてご紹介したいと思います。まあ、前回からですね、このジャズという音楽を中心にご紹介しているんですけども、ジャズに馴染みがない方でもですね、ロックやポップミュージックをやっているっていう方でも、こうジャズから派生した、音楽なので、この根源というか、この始まりですよね。この音楽を知ることによってさらに、レベルアップできると思うので、ぜひですね、もっと音楽を追求したいとか、上手くなりたいという方は、ぜひこのジャズを一度学んでみると面白いと思います。で、前回はですね、このジャズの音楽の上でのライトシンバルが一体どういう役割をしているのか、発がどれだけ重要かみたいな、こういうお話をしました。で、今回はそのコンピングと呼ばれるものなんですけども、実際このコンピングというのは、このメロディーに合わせるという感覚ですね。やはりリズム楽器といえども、こうやっているのは音楽で、こうメロディーが、結構主体となってくる、場面が非常に多いと思います。で、そこで一体何をどう、合わせるのか、例えばスネアなのかキックなのかっていうところもあるんですけども、今回はですね、ライドのコンピング、これについて、これを重点的にですね、ご紹介したいと思います。前回、ご紹介したような、このクォーター、ストロングクォーターですね。1、2、3、4、1、2、3、4。で、この場合はですね、こうジャズレガートとして、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。こうクォーターで、こうアクセントを取るんですが、こう実際、このレガートではなくて、こう本当にクォーターのみ。1、2、3、4。ここで、こうスイングする場所を、コンピングする。つまり、例えばこんな感じになります。基本ですね、こうクォーターで、鳴らしているんですが、こうメロディーが一体どんなものになるのかによって、このライドのスイングを変えていく。で、これのエクササイズとして、この4つあるクォーターの、音のうち、こう順番に変えていく。1番目の後なのか、2番目なのか、3、4、もしくは、こう1 and 2のロードとかだったり、2 and 3、1 and 4とかですね。こうどんどん、変えていく。のが、今回のトレーニング方法となります。では実際、ゆっくりやってみましょう。
ですね。こういかんだったでしょう。こう1から4、順番にこう変えていって、一体どのタイミングでこうコンピングするのか。これで一通りですね、クォーターの方は体に染みついたと思うので、これが、どんどん速くなっていって、実際アンサンブルで合わせた時にどう対処するのか。ワン、ツー、ワン。できるのでぜひですね、皆さんも試してやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。